これは実話であり、公式記録、専門家の分析、関係者の証言をもとに構成しています。ミッドウェー海戦とは、ハワイのミッドウェー島攻略を目指す日本海軍を、暗号解読などによって日本の動きを知った、アメリカ軍が迎え撃つ形で発生した海戦のこと。今回は我々ど素人が、今さらミッドウェー海戦を解説してみるぜ。日米の空母機動部隊がぶん殴り合う部分を、中心に、時系列順に解説してみます。1942年6月4日の3時頃、南雲中将はそれまでの情報から、現時点ではまだ敵に発見されていない。ミッドウェー島を空襲、基地航空隊を無力化し上陸作戦を成功させた後に、敵機動部隊に対処し撃滅することが可能。などの情勢判断を行いました。4時30分頃、南雲機動部隊より7機の偵察機と、友永武一隊員が指揮する第一次攻撃隊108機が発艦。攻撃隊は6時30分にミッドウェーを空襲しますが、決定的な打撃は与えられず帰還。また、カタパルトの不調により、従順洋艦トネの偵察機が帝国より30分遅れで発艦。5時20分頃、南雲中将より核空母に向け、本日、敵機動部隊出撃の3なし、敵上に変化なければ、第二次攻撃は第4編成をもって本日実施予定、の予令が信号で送られます。5時30分頃、アメリカ偵察機が南雲機動部隊を発見。日本空母2隻及び戦艦群などを発見、の報告を行います。5時55分頃、トネの偵察機1号から、敵編隊が艦隊へ向かった、との連絡を受けます。南雲司令部では、6時40分頃に襲来する、と予想、護衛機の増加を命じました。6時7分頃、フランク、J、フレッチャー少将、スプルーアンス少将に対して、南西に進み、1の明らかな敵空母を攻撃するよう、に指示が出ます。7時頃、友永隊員が、ミッドウェー島への第二次攻撃の必要あり、と打電。その一方で、アメリカ機動部隊から、ホーネット、より59機、エンタープライズ、より33機の攻撃隊が発艦開始。7時10分頃、ミッドウェー基地航空隊の、TBF 雷撃機、6機と、B26 爆撃機、4機が日本艦隊を攻撃。アメリカ側は TBF を5機、B26 を4機喪失。日本側は、空母赤城、が機銃掃射を受けたのみでした。7時15分頃、南雲中将は偵察機の連絡を待ったが、米艦隊を発見、の報告はありませんでした。これらを踏まえて南雲中将は、ミッドウェー島への陸用爆弾への艦装を攻撃隊に命じました。7時28分頃、帝国より遅れて発艦したトネの索敵4号機が、敵らしきもの10隻未遊、と発信。同じ頃、日本偵察機を確認したアメリカ機動部隊は、各航空隊に日本艦隊への攻撃を指示。これにより、全機を空中集合させ、全航空兵力一体の共同攻撃を行う、という本来の戦略機を破棄し、発艦済みの部隊から、逐次攻撃に向かわせる、という方針転換をすることになります。7時45分頃、トネ偵察機の報告を受けた南雲中将は、機動部隊に対し、敵艦隊攻撃準備、攻撃機の雷装はそのまま、と指示。8時頃、ミッドウェー島への第一次攻撃隊が艦隊の上空へ帰還。空襲中のため上空待機となります。8時9分、トネ偵察機より、敵巡洋艦後、駆逐艦後未遊、と連絡が入りました。8時20分、再びトネ偵察機より、敵はその後方に空母らしきもの一隻伴う。ミッドウェー島より方位8度、約 460km と続報が入ります。ですがこれは間違いで、本当の座標は約 280km でした。8時30分頃、南雲中将が第二航空戦隊に対して、艦爆隊、対艦船攻撃用の通常爆弾の準備、を命令。また第一航空戦隊には、雷装への転換を指示。ほぼ同時刻、二航戦司令官の山口多門、少将が、現装備のまま、直ちに攻撃隊発進のようありと認む、と愚信するが、司令部はこれを却下しました。8時37分頃、帰還した第一次攻撃隊の収容を開始。
当時国フレッチャー少将は、発見している日本空母へ、ヨークタウンの攻撃隊を投入することを判断。こうして空母ヨークタウンより、第1波攻撃隊18機が発艦。9時5分には第2波攻撃隊19機が発艦しています。そのヨークタウン攻撃隊の前に、9時25分頃、空母ホーネット、艦攻隊15機が日本艦隊を攻撃するも、文字通り全滅。続いて9時40分頃、エンタープライズ艦攻隊14機が日本艦隊を攻撃。日本側に損害なく、アメリカ側は11機を喪失します。9時55分、エンタープライズ、艦爆隊が北東へ向かう一隻の日本巡洋艦を発見。その先へ向かい、10時には日本の空母を発見することに成功。10時10分、ヨークタウン艦船6機、艦攻12機が日本艦隊を攻撃。艦船隊は0戦5機を撃墜しますが、艦攻隊の攻撃は失敗し、艦攻12機を喪失。10時20分頃、南雲中将は機動部隊に対して、艦船、直縁機、は準備でき次第発艦せよ、と指示。しかしその後、エンタープライズとヨークタウンの艦爆50機が航空より日本艦隊を攻撃。日本の直縁隊は、ヨークタウン艦攻隊へ対処するため低空に降りており、アメリカ艦爆隊への阻止が間に合わず、加賀、に爆弾4発、ソーユー、に爆弾3発が命中。10時26分頃、赤城、より艦船1機が緊急発進。その直後にアメリカ軍機の爆弾2発が赤城に命中します。対するアメリカ側の攻撃隊は、日本直縁隊の追撃を受けて17機を喪失。エンタープライズ艦爆隊などの数機が燃料不足で不時着。一方の飛龍は、他空母の被弾直後からアメリカ空母へ向かっていました。10時46分、赤城損傷のため南雲長官が機関を、軽巡洋艦、ながら、に移します。その後、山口少将が、我、航空戦の指揮を取る。前期今より発進、敵空母撃滅戦とす、と機動部隊に通達し、飛龍より第一次攻撃隊24機が発艦。11時30分頃、この第一次攻撃隊がヨークタウンを攻撃し、爆弾3発を命中させます。これによりヨークタウンは航行不能に陥りますが、応急修理により、1時間後に波 20.5 ノットで航行可能になりました。また、飛行甲板は数十分で航空機の発着可能にまで修復されます。13時30分頃、飛龍より第2次攻撃隊16機が発艦。この第2次攻撃隊が修理を終えたヨークタウンを攻撃、魚雷2本が命中。14時45分、アメリカ偵察機が飛龍を発見。これを受けてエンタープライズより、ガラハー隊とシャムウェイ隊の艦爆計24機が発艦。対する山口少将は、攻撃隊から報告を受け、被害の大きさと残存機数から、昼間攻撃の成功率は低い、と判断、第3次攻撃を日没後に延期しました。アメリカ空母も消耗していることや、飛龍には他空母の直縁機を収容しており、艦船も他の航空機と比べれば、まだ数があり、米空母機の来襲があっても防げる、と判断しました。17時5分頃、エンタープライズのガラハー隊数機が飛龍を攻撃するも、直縁機などの妨害に遭い失敗。しかし、後続のベスト隊らとシャムウェイ隊が攻撃し、飛龍は爆弾4発を受け大破炎上。19時15分、ソーユーが沈没。25分には加賀も沈没。24時15分、連合艦隊司令部は、MI 作戦、の中止を決定。翌日の6月5日2時30分、飛龍が総員退艦を発令。その後飛龍は、駆逐艦、巻雲、により雷撃処分されました。5時頃、赤城が駆逐艦、嵐、萩風、野分け、舞風、により雷撃処分されます。さらに時が経ち、6月6日13時、268潜水艦、がヨークタウンと、駆逐艦ハムマン、を雷撃。ヨークタウンは右舷に命中した2本の魚雷と、横付けしていたハムマンの誘爆で激しく損傷し、総員退艦を開始。ハムマンは強沈し、翌日の6月7日にヨークタウンも沈みました。このミッドウェイ海戦の結果、4隻の日本空母が沈没。対するアメリカ軍は空母ヨークタウン1隻を喪失。
さらに艦載機搭乗員、陸上基地航空隊の戦死数は172名であり、この搭乗員の損害は日本軍より多いと言われています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。